細胞のマイクロカプセル化技術は、ポリマーの半糖膜で細胞を包み、細胞の移動を制限する技術である。その半糖膜は、細胞代謝に必須の酸素、栄養素、成長因子などの分子の双方向の拡散は可能で、排気物及び細胞が分泌する治療のための、タンパク質の外側への拡散は可能なものを使用する。同時に、膜は、 カプセル内の細胞が外来の物質と認識され、免疫細胞や抗体によって破壊されるのを防ぐ。細胞のカプセル化技術の主な目的は、組織工学の用途として移植片への拒絶反応の問題を克服し、臓器移植後の免疫抑制剤の長期使用の必要性を低減することである。カプセル化細胞の概略図。 1933年にヴィンチェンツォ・ベシェリエはポリマーの膜に細胞をカプセル化する最初の試みを行った。彼は豚の腹腔に移植されたポリマー膜の中の主要細胞は免疫系によって拒絶されることなく長期間生存可能であることを実証した。30年後の1964年に超薄型高分子膜のマイクロカプセル内に細胞を封入することで 細胞に免疫に対しての防御を与えるというアイデアがトーマスちゃんによって提案された。カプセル化された細胞は免疫拒絶から保護されるだけでなく体積に対する表面積が大きくなりそれが酸素と栄養素の良好な移動を可能にすることも示唆している。20年後このアプローチは小動物をモデルにし実践された。臓のランゲルハンス島の細胞を アルギン酸児をポリリジンマイナスアルギン酸マイクロカプセルで固定化し一週間移植された。この研究ではマイクロカプセル化した水臓のランゲルハンストを糖尿病のラットに移植すると細胞が生存し数週間にわたって血糖を制御し続けたことを実証した。カプセル化された細胞を利用した人への試験は1998年に実施された。 進行性の切除不能な水臓癌の臨床試験として、高腫瘍効果を局所的に発揮するために、シトクロム P450 酵素を発現するカプセル化細胞が腫瘍部位に移植され、シトクロム P450 に分解されて、高腫瘍効果を発揮するプロドラッグが患者に投与された。対象と比較して、約2倍の生存期間が示された。 細胞のカプセル化技術のメリットの一つ目は、移植部位で、より長い期間にわたり、治療用物質を放出できることである。例えば、インスリンを毎食後注射しないといけない糖尿病に対して、カプセル化技術による水臓細胞を移植することで、インスリンを注射し合いへなくて済む。細胞のマイクロカプセル化技術のもう一つの利点は、適合するドナーがいない場合でも、 人以外の動物の細胞や遺伝子改変細胞をポリマーでカプセル化することで使用可能になることである。マイクロカプセルはいろいろな組織や機関に移植することができ、局所的な治療も蛍光投与もできる貴重な技術である。治療部への薬物が届くまでの距離は普通は長く、それに比べればカプセル化細胞の移植は直接薬物を届けるため、よりコストがかからない。 さらに、患者の移植適合抗原を気にせず、同じカプセル化細胞を移植できれば、コストを低減できるだろう。マイクロカプセル化細胞を臨床へ応用するために、開発の過程で次の要件を適切に選択する必要がある。機械的及び科学的に安定な半透過性のマトリックスを形成するための適切な生態的合成ポリマーの使用。 均一サイズのマイクロカプセルの製造、適切な免疫適合性のポリカチオンをカプセルとなる、ポリマーに可強結合させて、カプセルを安定化させる、状況に応じて適切な細胞のタイプを選択する、などのことが含まれる。ポリカチオンとは、塩基性の解力をそのもの前に持つポリマーである。用途に応じた最善の生態材料が、 ドラッグデリバリーシステムや組織工学の発展には重要である。アルギン酸のポリマーは一般的に古くから研究されてきており、容易に入手可能で低コストである。それ以外のものだと、硫酸セルロース、コラーゲン、ヒト酸、ゼラチン、アガロースなどの材料も使用されてきた。アルギン酸いくつかの研究グループにより、細胞のマイクロカプセル化に、 最適な生体材料を開発することを目的として、いくつかの天然及び合成の高分子が幅広く研究されてきた。アルギン酸は、豊富に入手可能、優れた生体的合成及び生物分解性により、細胞のマイクロカプセル化に最も適した生体材料とみなされ、広範な研究がなされている。アルギン酸は、海藻及び細菌から抽出することができる。 天然ポリマーである。分離する元の素材に応じて様々な素性を持つ。アルギン酸もいくつかの欠点があると指摘されている。抗 M1 量のアルギン酸は炎症反応を引き起こし異常な細胞増殖を引き起こすと指摘されている。超高純度のアルギン酸でさえエンドトキシンや細胞のマイクロカプセルの生態適合性を損なう可能性のあるポリフェノールを含有している。 可能性がある。臨床用途に使用するためには、アルギン酸から不要な物質を除去できる効果的な生成プロセスの設計が不可欠である。アルギン酸の就職と機能化アルギン酸を就職したマイクロカプセルの開発もされている。膜の生体材料の生体的合成を高めるために、封入された細胞の増殖や分化の程度を制御するペプチドよびタンパク質分子を用い、 カプセルの表面を収縮することが研究されている。アミノ酸配列アーグぐらいアスプで、アルギン酸、ヒドロゲルを収縮することで、細胞の挙動が、その結合した RGD の濃度によって制御できるとの報告がある。臨床応用における、細胞のマイクロカプセルのもう一つの重要な要素は、アルギン酸を収縮し免疫的合成を持たせ、免疫から保護することである。 ポリエルリシンが就職に利用されるが、その生態的合性は低く、炎症を誘引して、中の細胞は壊し、し、臨床的な応用は難しい。アルギン酸 TLL アルギン酸で就職すると、マイクロカプセルは、機械的な安定性が低く、短期間の耐久性しか示さない。ポリエルオルニチンやポリエン酸塩を用いると、細胞の機械的強度が高く制御された。 耐久性のあるカプセル化細胞ができ、有望だという報告がある。いくつかのグループは、細胞を包むためのマイクロカプセルを製造するため、PLL の代替物として、天然に由来するキト酸を使用し、アルギン酸キト酸のマイクロカプセルの研究している。しかしながら、この AC 膜にも、安定性について問題があると示されている。 結合したアルギン酸、ヒト酸マイクロカプセルは、細胞を充填したマイクロカプセルの安定性を高めることができる。アルギン酸、ヒト酸マイクロカプセルの顕微鏡写真。コラーゲン細胞外マトリックスの主要なタンパク質成分であるコラーゲンは、皮膚、軟骨、骨、血管及び人体のような組織の強度を提供し、生態適合性、生分解性、 および細胞との結合能力を持つために組織工学において細胞の足場またはマトリックスの代表だと考えられている。したがって動物組織から得られた藍型コラーゲンは今や組織工学で生体材料として複数の用途に使え盛んに商業的に使用されている。コラーゲンはまた神経修復および 膀胱工学においても使用されている。しかし、コラーゲンには抗原性があり、コラーゲンの応用が制限される。そのため、ゼラチンが代替可能であると考えられている。ゼラチンゼラチンは、コラーゲンを変成させ調整される。ゼラチンは、生分解性、生態的合成、生理学的環境における、非免疫原性、 および加工が容易であるなどの多くの望ましい性質があり、組織工学の用途に適している。それは、皮膚、骨および軟骨などの組織を工学的に作成するときに使用され、皮膚を痴漢するために商業的に使用される。キトサンキト酸は多糖類である。ドラッグデリバリー、生体の空間充填をする素材および、相性の治療に使う包帯としてなど、 複数の用途に使用されている。キト酸の欠点は機械的に弱いことである。そのため、しばしばコラーゲンなどの他のポリマーと組み合わされて、カプセル化細胞の用途として強い機械的特性を持つポリマーとして使われる。アガロースアガロースは細胞のナノカプセル化に用いられる階層由来の多糖であり、細胞とアガロース見学液を 調整中に温度を低下させ、マイクロビーズを形成することができる。しかし、この方法で得られた、マイクロビーズには、カプセルの壁から細胞が突き出してしまうという欠点がある。硫酸セルロース、硫酸セルロースは、面から調整され、生体的合成の素材として使用することができる。ゲル化させ、細胞を見学させると、細胞の周囲に半島膜を形成できる。 哺乳類の細胞株及び細菌のいずれに使用しても細胞は生き残りカプセル内で増殖を続ける。他のカプセル化材料とは対照的にこのカプセルでは細胞を成長させることができるためミニバイオリアクターのように機能する。材料の生態的合成は細胞充填カプセルの移植やカプセル自体を用いた研究での観察によって実証されている。 硫酸セルロースから形成されたカプセルは主として抗がん治療としてまた遺伝子療法や抗体療法としての使用も検討され人及び動物の臨床及び全臨床試験において安全性及び有効性を示している硫酸セルロースを使用したカプセル化細胞を大量生産しグッドマニュファクチャリングプロセスの基準を満たした医薬品が2007年に オーストリアの企業によって商業化された。この技術においては生態的合成の特性を持つ理想的な高品質の生体材料が長期的な効率を左右する最も重要な要因である。カプセル化細胞のための理想的な生体材料は完全に生態的合成であり宿主内で免疫応答を誘発せず高い細胞の生存率を確実にするために 細胞の向上性を妨害しないものでなければならない。カプセル化細胞を包むカプセルに使う半透膜については分子の透過性を調整する必要がある。細胞のマイクロカプセルは均一な厚さで設計され、細胞の生存に必要なカプセルに入る分子の速度及びカプセルの膜から出る治療のための生成物や排気物の速度の両方を制御する必要がある。 包まれた細胞の免疫からの防護について考えると、免疫細胞だけでなく、抗体やサイトカインもマイクロカプセルへの侵入を防ぐべきで、カプセルの膜の透過性の問題に取り組む際に、留意しなければならない重要なポイントである。異なる細胞タイプは異なる代謝要求を持つので、膜に封入された細胞のタイプに応じて、膜の透過性を 最適化しなければならないことが示されている。いくつかのグループが細胞のマイクロカプセルの膜透過性の研究しており、酸素のような特定の必須の要素の透過性の役割は示されているが、各細胞のタイプによる透過性の要件はまだ決定されていない。マイクロカプセルは栄養素及び排気物の交換などにおける物理的な浸透圧のストレスに耐えるのに、 十分な膜強度を有することが必須である。カプセル封入された細胞の免疫拒絶につながる可能性があるため、移植時に破裂してはならないため、マイクロカプセルは十分に強くなければならない。例えば、異種移植の場合、同種移植と比較して、より厳密でより安定した膜が必要とされるであろう。また、単純酸化水分解酵素を過剰産生する活性。 ラクトバチルスプランタラム80細胞を包んだアパ、マイクロカプセルを蛍光投与するための試験として、模擬的に胃腸管のモデルを使用し調べ、マイクロカプセルの機械的な強度や形状の変化を評価した。アパマイクロカプセルは、生きた細菌の蛍光投与に使える可能性が高いことが示された。血清コレステロールを低下させるために蛍光投与する。 最近重点カプセルの実験もされている。カプセルは人の胃腸管を模した管を通してカプセルが体内でうまく生き残るかが調べられた。このように細胞のマイクロカプセル化の機械的な特性に関しては幅広い研究が必要である。マイクロカプセルの耐久性は特に長時間にわたる治療剤の持続放出が必要な生体内への適用のために必要である。 アパマイクロカプセルの胃を通過する前後の形態学的な変化。胃の通過前、胃の通過後、胃及び腸の通過。マイクロカプセルサイズ、608プラスマイナス36、M544 プラスマイナス40メートル725プラスマイナス55メートル。マーティエトール、マイクロカプセルの直径は、 細胞マイクロカプセルに対する免疫応答並びにカプセル膜を横切る物質輸送の両方に影響を及ぼす重要な因子である小さいカプセルへの細胞応答はより大きなカプセルと比較してはるかに少なく一般に半透膜を横切る効果的な拡散を可能にするために細胞が装填されたマイクロカプセルの直径は350から450 マイクロメートルでなければならないという報告もある。細胞マイクロカプセルを何に使うかによって使う細胞のタイプは変わる。カプセルに入れられた細胞は患者由来別のドナーまたは他の種由来であっても良い。自己細胞の使用は細胞によっては入手困難な場合がある。一種細胞は容易に入手可能であるがウイルス、特に豚は内在性レトロウイルスがあり、 患者への感染の危険性が臨床への適用を制限している。いくつかの研究グループは、異種細胞の代わりに、同種異形の使用が必要であると結論づけている。用途に応じて、細胞を遺伝的に改変し、必要なタンパク質を発現させることもできる。ただ、この技術はカプセルに充填された細胞の高い免疫原性のために臨床試験の承認を得ていない。 それらは、サイトカインを分泌し、カプセル周囲の移植部位で、重度の炎症反応を引き起こし、カプセル化細胞の生存率を低下させる。一置的に研究されているの抗炎症薬の削減への、免疫応答の政策による管理は、細胞搭載マイクロカプセルです。このため、細胞療法の用途のための肝要系、肝細胞などの肝細胞の使用が研究されている。 マイクロカプセル化された細胞の長期の生存を損なう別の問題は最終的にカプセルいっぱいに細胞が分裂して半頭膜を横切る拡散が低下するこれに対する解決策の一つとしてはマイクロカプセル化の後に増殖しない菌が細胞などの細胞の使用が考えられるプロバイオティクスは健康のためにアイスクリーム、ヨーグルト、乳製品のデザート、チーズなど 多くの乳製品など日常の食品に取り入れられている。しかし、食品中のプロバイオティックの細菌は生存率が低い。細菌は製造された食品で安定で消化管を通って移動する間も生存し、宿主の腸に到達すると効果をもたらす必要がある。細胞のマイクロカプセル化技術は、プロバイオティック食品で細菌をカプセル化し、乳製品の加工。 胃腸管の移動において、細菌の生存率を高めるために適用され成功している。半島マックで水糖細胞をカプセル化し、糖尿病の治療のための人工水臓として使用する可能性は科学者によって広く研究されている。これらのカプセルが実現できれば、臓器ドナーの不足の問題を最終的に解決することに加えて、 免疫抑制薬の必要性を排除することができる。マイクロカプセルは、水頭細胞を免疫拒絶から保護するので、動物細胞、または遺伝子開閉インスリン酸性細胞の使用を可能にする。これらの水頭のマイクロカプセルの開発により、一型糖尿病患者に1日数回必要とされるインスリン注射が不要になると期待されている。この目的に向けた最初の試みは、 1980年にリムラによってなされた。ポリマー製のカプセル内でランゲルハンス島を包んだ人工水蔵の開発に向けていくつかの研究がされている。マイクロカプセル化された人の水筒を用いた臨床試験が行われている。2003年にパイロットフェーズ1臨床試験が水筒細胞を含有するアルギン酸 PLO マイクロカプセルの使用で、 イタリア保健省のペルージャ大学で実施された。ノーバセルによって2005年に、ヒカブイエの水筒の同種異形移植のフェーズ I-2 の臨床試験が開始された。リビングセルテクノロジーズリミテッドによる9年半のアイド免疫抑制剤を使用せずに移植された機能を持つ、異種細胞の生存を実証した、ト臨床試験もあった。臨床試験が進行中であり、生態適合性や、 免疫保護などのいくつかの主要な問題を克服する必要がある。硫酸セルロースを用いて水糖細胞がカプセル化され細胞が生存し、グルコースに応答してインスリンを放出することが実証された。全臨床試験で移植されたカプセル化細胞は糖尿病ラットの血糖値を6ヶ月間回復させることができた。いくつかの種類のがんの治療に カプセル化細胞が使える可能性も示されている。一つのアプローチは遺伝子改変されたサイトカイン分泌細胞を含むマイクロカプセルの移植である。この例はシロンらによってマウスに移植された遺伝的に改変されたイルマイナスにサイトカインを分泌する肘子由来のマウスキング細胞が生存率の上げ腫瘍増殖の遅延を示した。しかし移植された マイクロカプセルに対する免疫応答のために、この治療の効果は短かった。癌抑制の別のアプローチは、腫瘍の増殖を起こす成長因子を防ぐ、血管形成阻害剤の使用によるものである。腫瘍細胞にアポトーシスを起こさせる、エンドスタジンという血管形成を阻害する、タンパク質があり、それを分泌するように遺伝子改変された、異種細胞をマイクロカプセル化し、 それを移植する効果は後半に研究されている。1998年に水臓んのマウスのモデルを用いて主要の治療のために硫酸セルロースでカプセル化された遺伝子改変シトクロム P450 発言ネコ上非細胞を移植する効果を研究した。このアプローチは化学療法剤をプロドラッグとして投与し P450 で活性化させるものだが 化学療法剤の活性化構素を発現した細胞の応用の初めての試みだった。これらの結果に基づいてカプセル化細胞であるノーバキャップスを水臓癌患者治療として大会2フェーズの臨床試験が行われ現在では欧州医薬品局気象疾病用医薬品として欧州で認められている。同じ製品を使用ったさらなる大会。 2ーフェーズの臨床試験が行われ、水臓がん第4ステージの患者の生存期間が2倍になった第1の臨床試験の結果を確認した。明確な抗腫瘍効果に加えて、硫酸セルロースのカプセルは十分に耐久性があり、カプセルに対する免疫応答などの有害反応は見られず、硫酸セルロースカプセルの生態適合性を実証した。患者の一人では、 二年間カプセルの副作用はなかった。これらの研究は、癌の治療への細胞マイクロカプセルの有望な潜在性を示している。しかし、より多くの臨床試験の前に、カプセルの移植部位の周囲組織への炎症を引き起こす免疫応答の問題を解決しなければならない。拒絶精神疾患の患者における心臓組織再生の有効な治療法開発に向けて、 多くの研究がなされている。虚血性の組織損傷の修復に肝細胞が利用されている。しかし、肝細胞に基づく治療が心臓機能に発生的な効果を持つ実際のメカニズムは依然として研究中である。多数の方法が細胞投与のために研究されているが、一触後に鼓動する心臓に放置されうる細胞の数の効率は依然として非常に低い。 この問題を克服するための有望なアプローチは有利肝細胞の心臓への注入と比較して高い細胞保持を可能にすることを示したマイクロカプセル化細胞の使用によるものである。心臓再生へのカプセル化細胞の技術の別の戦略は血管申請を刺激することである。損傷した虚血性心臓の血流を回復させる血管内皮増殖因子のような血管申請因子を 分泌することができる遺伝子改変肝細胞を使用する。この一例がザングラの研究に示されている。その研究では VGF、e、を発現するように遺伝的に改変されたマウスの細胞がマイクロカプセルに封入されラット神経に移植された。カプセル化は3週間免疫細胞から細胞を保護し血管新生の増加による神経組織後拘束の改善にもつながったことが 観察された。癌や炎症性疾患の治療のために、現在、モノクローナル抗体が使われ始めている。硫酸セルロースの技術を用いて、抗体酸性ハイブリドーマ細胞をカプセル化し、カプセルから治療用の抗体が放出できる。カプセル化細胞を使った治療法としては、多くの病状が標的とされている。最も成功したアプローチの一つは、 透析装置と同様に作用する外部装置であり、血液中入チューブの半透性部分に豚の肝細胞を取り込んだものである。この装置は重度の肝不全を患っている患者の血液から毒素を除去することができる。依然として開発中の他の応用には、ALS 及びハンチントン病の治療のための毛様体由来神経栄養因子、パーキンソン病のグリア由来神経栄養因子、 貧血のためのエリスロポエチン及び、小人症のための HGH などがある。加えて潜在的にだが、血友病、合脂病及びいくつかの無骨多盗類障害のような一元性疾患も、また患者に欠けている、タンパク質を発現するカプセル化細胞による治療法の開発が考え得る。ありがとうございます。